ザ。こんにちは。はい。さあ、豊さん、はい。今日の動画はちょっといつもとは違いまして。遊ぶの？そうです。あの、ファンの方に遊んでいただこうという企画です。はい、そうです。あの、何に押して遊ぶかというと、はい、あの、フジテレビのスパーク、はい、あの、番組内で、野球。はい、怒られるんじゃないの？本気に大丈夫です。あの、プロ野球選手、現役選手100人が選ぶ1人という企画が毎年ありまして、はいはい、その部門のトップ、はい、ナンバーワンは一体誰かと。誰なの？そうです、そうです。まあ、野球選手が決めるので、やっぱりこう、あ、やっぱそうか、すごいなっていうような賞で、その方にこう、なんかこうトロフィーだからなんか、はい、私に行くだったかなんか、そんなような感じだったんですけど。俺は私に行くの。そうしましょうか。いや、あってくれるかね。例えば、はい、例えばですよ、例えばよくあるこの足が速い選手だったら足型、豊さんの足型取って、はい、そのトロフィー私俺の足型、はい、とかいらないと思うよ。いらないですかね、うん、という企画を、はい、ファンの方が選ぶ一人ということで、はい、ちょっと皆さんと遊んでいきたいなと、はい、これを例えばこう昨日 YouTube のこの概要欄とかあるじゃないですか、はい、ああいうところから投票できるような機能があるので、なるほど、そこから飛んでもらって1、はい、1人をクリックするという。そう。で、まあ、候補者が出てるっていうことだね。つまり候補者はもう豊さんに選んでいただきました。はい、で、どの部門かっていうの6部門あるんですけれども、これも豊さんがこういう部門があったら面白いよねということで、はい、もう選んでもらいました。はい、じゃあ部門を発表すると、はい、まずは、まあ、足、はい、まあ足、まあ走塁、うん、まあ盗塁だけじゃなくてね、はい、まあ全ての足、うん、守備についての足もそうだし、はい、まあ走塁もそうだし、盗塁もそうだし、うん、っていうようなことだよね。そうですね。まあ、その中から、はい、11人から足の部門は選びました、はい、まず塩見ヤクルトの、はい、はい、近本、はい、中野、うん、周東、うん、和田、うん、松田大、はい、並木、うん、荻野、うん、高部、西川、うん、磯畑、はい、あ、かっこその他と、かっこその他、はい、ね、お、まあ、その他の場合は、はい、名前かけるの、かける機能が あります。あ、なるほどね。その他にかける、はい、これはもう、あの、真面目にですよね。真面目に真面目に。真面目に。ポランコに1票とかない。ないですよね。ない。おー。はい、真面目にね。はい。はい、足部門は、その11名の選手。はい。続いての部門は顔。ちょっと待って。こいつはハンサムやで、みたいな。野球に顔って必要？まあ、でも、ファンが言うから。そうですね。はい、顔部門。顔部門。はい。じゃあ、お願いします。はい。勝手に選びました。はい。ね、藤原。かっこいい、ロッテの。ロッテ。かっこいい。小林。もうジャイアンツの顔です。はい。はい、DeNA 森。イケメンですよ。うん、申し訳ないけど、うん、オリックスに移った森じゃない。DeNA の森、ね。すみません、そうですね。はい、まあ、余計なこと言うなと。いいですよ。はい、坂本。あ、これ巨人の。はい。坂東。ソフトバンクのね、イケメンですよ。はい、山本由伸。あ、かっこいい、オリックス。はい。で、山崎総一郎。めっちゃイケメン、ね、はいはい、森下広島、はいはい、オリックスに移った石川遼、かっこいい、ね、うん、はい、で上里、あ、 DeNA の、はい、はい、うん、後輩、はい、悪さすんなよ、ね、栗山、あ、西武のね、もうここが元祖イケメンですから、はい、で揃いました、はい、10人ね、顔ね、はい、はい、顔、はい、次、はい、スタイル必要ですか、これスタイルはさ俺日本ハム見に行った時に、はい、強い頃ね、はい、まあ、ビッグボス、新庄とか稲葉とか、あと飛鳥、はい、3人ともスタイルがめちゃくちゃいいんだよ、外野3名、はい、まあ、そういうのでなんか俺の憧れでもあるスタイルという部分で、スタイル、はい、スタイル、はい、いや、はい、山崎総一郎、文句なし、はい、はい、いや、そんなこと言ったら文句なしじゃないかも、いやいや、私の中でのです、はい、吹田の主婦ですね、坂本、はい、ああ、ジャイアンツのもうね、はい、昔から、はい、戸郷、ジャイアンツも、はい、いや、確かに意外にスタイルいいですね、いいんだよ、で、藤浪、あ、背高いし、はい、はい、阪神の、森下、あ、もうカープのね、はい、顔ちっちゃいしね、はい、山岡、オリックスもね、これ、金星が取れてんだよね、そうです、顔が小さくて、はい、で、バブリーなんだよバブリーな感じで打たれるバブリーな感じで打たれる、いや、打っちゃったみたいな、いいですよ、打たれちゃったみたいな、あの、ジャニーズにいてもおかしくないって言われてるくらいなので、はい、岸、あ、楽天、楽天の、はい、はい、で、湯浅、あ、本心の、はい、はい、浜地、あ、浜地選手、はい、はい、で、柳田、あの、柳田選手
ちはそうですね。まあね、金星が取れてるよな。かっこいいです、はい、この中からスタイル部門1名選んでください、はい、次いきましょう。で、まあ、動物的、まあ、野生的っていう感じだね。野生味あふれるワイルド、ワイルドな感じだな。ワイルドすぎちゃんですね、はいはい。まあ、これは塩見、まあそうでしょう。これもワイルドだな、イノシシをかけてたぐらいだ。そうですよ。でファンファーレですもんね、登場曲が。まあ野生的です。大勢、おー、ジャイアンツのコアラがね、モチーフなんですよね。もう投げっぷりがいいし、はい、で岡林、お、丹精で弱々しいんだけどさ、だからいやいや、そんとんでもない野生的だ。グラウンドで駆け巡りますからね。そうそう、はいはい、柳田、まあそうでしょうね。まあそうだね、はい、はい、で桑原、これもそうですね、ナンバーワンじゃないかと思うぐらいね。そうそう、野生感ありますね。ね、菊池、あ、もうこれも飛んで、もうね、お猿さんが守ってるんでね。はい、ね、はい、荻野、もう走るし、走るしね、突っ込んでくるし、ホームに、はい、はい、宗、あ、もうこれね、三塁の魔術師ですよね。そうだな、この方は、はい、はい、平、いや、すごい、あー、かやみたいな。そうですよ。で最後、ん、最後ね、はい、エゴシ。今年移籍しましたね。野生しかない、はあ、もう野生しかないですよ。ないというね、あ、そうです、アクロバティックですもんね、はい、あ、これエゴシ選手とかいいかもしれない、なあ、はい、で守り、あ、守備だから、まあどの部門で守りっていうかさ、はい、いろんなポジションも含めて一番うまいのは誰かみたいな、もうこれはそんな感じだね。ピッチャー野手関係なく、はい、はい、まず菊池、まあそうですね、はい、はい、外せないです。源田、あ、はい、ショート、はい、はい、今宮、あ、同じくやっぱショートですね、うん、藤田、はい、これは DeNA の、ね、DeNA の、はい、藤田、これもうまいよ、うん、岡林、あ、GG 取りました、はい、はい、あの肩が魅力だよね、はい、で塩見、塩見選手、あ、これもそうですね、塩見選手はやっぱりうまいです、はい、で坂本、あ、現役ですね、はい、はい、で甲斐、あ、刺すキャッチャーね、はい、はい、で近本、あ、いいですね、早い足も、うん、で中田翔、中田翔選手、これはやっぱりファーストの守備、ファーストのハンドリングだな、はい、だからこれをトータル的にショートだったらこれじゃなくて、はい、守りというだけで、はい、誰を押してくるか、これピッチャーはいなかったんですか。ピッチャーいない、ピッチャーね、数が多すぎてさ、はい、もう分かんない、フィールディングとかね、うんうん、そんなね、そうね、はい、はい、さあ最後の項目、打席でかっこいいやつ、うん、打席でかっこいい、構えとか、あ、打つ打たないじゃなくて、構え、お前カッコつけすぎだよって言ってもいいんだから。なるほど、結果じゃないんだから。結果じゃない、結果じゃない、構えみたいな打ちそうだなっていうやつ。はい、新しいですね、はい、坂倉大好きなんだよ、坂倉の構え、あ、そうなんだ、ドシッとして、へえ、改めてちょっと見たくなりました。いやいや、坂倉の構えって隙がないよ。見てみます、坂倉選手、はい、はい、村上、もうこれはかっこいい、これはかっこいいというよりも、なんかもう数字がかっこよくさしゃってるしな。56本が、いやいや、かっこいいよやっぱり。で、あのホームラン打った後もかっこいいし、ね、ゴルフでもそうなんだけど、はい、やっぱね、ブサイクのやつって下手なんだよ。やっぱ上手いやつ綺麗なんだよ、フォーム綺麗ですもんね。そう、ピッチャーでもそう、内型が綺麗とかさ、はい、ね、村上、はい、で坂本、うん、ね、右ですね、はい、で山川、ドスコイですか、ドスコイ、おー、なんでかっこいいじゃない、どのあたりがこう構えて、うん、ポンって、そりゃさ、体はさ、はい、大きいよ、はい、大きいけどこうやってボールを引きつけてくるような感じっていうのがかっこいいやん。で吉田正尚、あ、マッチョマン、はい、なあ、かっこいいです、小柄なんですけどね、はい、で、牧、牧選手、うん、それはあのオシムが最後に牧って言ったんじゃないよ、知って覚えてる、まあ、ワールドカップが始まってる、始まってるかどうか分かんないけど、三浦カズさん外された時ではなく、その後だな、なんか申し訳なさそうに、はい、牧とか言って言ってた、あの牧では、あの牧では堂々とある、まあ、ワールドカップね、始まりましたけど、はい、浅村、浅村選手、それは楽天の時も、西武の時も、はい、柳田、あ、ギータはかっこいい、独特、はい、はい、で山田哲人、あ、山田哲人選手もかっこいいですね。で最後、最後、はい、誰ですか、阪神の西純也、じゃあバーカ、かっこいいから、あいつ、お前バッティングすごいいいですよ、お前あれね、二刀流したらすごいバッターになるから。あれいつでしたっけ、インコース打った、あ、ボール球だよ、お前
そうですよね、かっこよかった。いやあいつはかっこいいって。しかもニコニコしてバッターボックスするんですよ、ね、あんまり野手打てないからね。巻き込んでというところで、はい、こっちが勝手にね、はい、決めて、はい、選出して一応一覧が出てるから、ね、はい、出てると思いますので、はいはい、まあ、そこから選んで、はい、まあ、クリックしていただければ。そうですね、うん、いわゆるファンが選ぶ一人ということで。そうだね、まあ、一応選考基準としては、はい、現役選手であること、そして2022年時点で NPB の所属選手、もちろんなのでメジャーリーグの選手は含まれておりません。 NPB のみ。大谷が入ってたら、はい、多分、6部門のうち5部門ぐらい持っていくと思う。全部かっさらっていきますよね、うん、あとダルビッシュ選手、動物的ではないね。あそこは、そこは外すと、ね、顔とか顔スタイル、足もめちゃくちゃ速いからな、大谷スタイル。スタイルめちゃめちゃいい。守りあんまり見たことない。守りないですね、はい、打席フォームいいですもん。あ、はい、全部かっさらってでも入ってない、ね、NPB 所属なので、ね、選考基準はね、はい、はい、でね、見事じゃあね一番に選ばれた選手には豊さんから何かね。いや、この中で、はい、まあ2,4,6 部門あるじゃん、はい、だからまあ6人出るとするじゃん、はい、この6人の中からさらにトップオブ、違う違う、野球選手として、はい、じゃあこの中で誰を押すみたいな、さらにその1名に選ばれた人に何か持っていこう、うん、OK です。じゃあこの6部門トップの選手が選ばれたら、その中からもう頂点を決めようと、はい、でその頂点になった選手に豊さんが勝手に何かを持っていこう、もしくは出てもらうとか。それこっちのメリットしかないんですよね。あ、それは楽しいですね、はい、で、あのその他の欄もそれぞれの部門で設けましたので、はい、この、ね、豊さんが成功した以外の選手が、その他が増えちゃったらどうするんだ。俺のあれが全くないっていうことだよな。そうですね、まあまあまあそれでもいいよな。はい、はい、まあ、その他のところに書いていただければと思いますし、その他のところに書いていただく選手ももちろん現役選手、そして2022年時点で NPB 所属の選手のみとさせていただきます、ね、はい、はい、どんどん、はい、クリックをし て, して、ね、これ、ね、あの応募締め切りとかは特にまだ決まってない、勝手にこちらが判断するので締め切りを、まあ、勝手だよね。そうですね、いつも勝手だ。だいたいさ、ね、動画出して、はい、2日ぐらいまでは回ってくれるけど、うん、3日から回らなくなるから、まあ、そしたらもう締め切り。いや、1週間も待たずに。いやいや、だから今回は伸ばすかもわからない。あ、なるほど、ね、だから、はい、あのクリックすればいいだけですし、書き込めばいいだけなので簡単にできますので、ぜひ皆さん、あのお時間あるときないときかかわらず早めにね、そうだよ、あのクリックしていただけると助かりますので、はいはい、皆さんが選ぶファンが選ぶ一人誰になるのか、ぜひご協力よろしくお願いします、はい。